ボフミル・フラワルは、チェコの小説家。共産党体制下の検閲によって、作品の出版を禁じられながら、粘り強く執筆を続けたことで知られる。ミランクンデラ、ヨゼフ・シュクボレ・ツキーと並んで、20世紀後半の、チェコ文学の代表者の一人と目されている。代表作には、あまりにも騒がしい孤独、啓発式、私は、英国王に給仕したなどがある。 1914年、チェコモラビア地方の都市ブルノに生まれる。1919年には、ボヘミア地方のヌイムブルクに移り、ビール醸造所の支配人の息子として、子供時代を送った。1935年、プラハカレル大学の法学部に入り、第二次大戦後に博士号を取得する。戦後は、様々な職に就く傍らで、執筆活動を行ったが、 共産党が標榜する社会主義リアリズムとは全く異なるその作風もあって、進行するスターリン主義家の下で作品の刊行を許されぬまま、時を過ごすこととなった。60年代に入り、チェコスロバキアに自由化の兆しが現れると、フラバルにも出版の機会が訪れ、1963年に単行本、推定の真珠が刊行される。自作の出版を許されたことで、 フラバルは執筆に専念することを決意し、次々に作品を発表、高く評価され、新しいチェコ文学の担い手の一人として、クンデララと共に注目されることとなった。しかし出版の自由は1968年のチェコ事件によって圧殺され、ソ連を避難した、フラバルは国内における作品の発表を禁じられた。その後、共産党体制に、 標準の意思を示したことで、部分的な作品の出版が許されるようになったものの、検閲によって満足な形での出版はできず、多くの作品は地下出版や外国の亡命出版社により刊行された。厳しい検閲は1989年のビロード革命まで続いたが、民主化後は改めて全作品が出版され、国内で大いに支持されるとともに、 世界的にも評価され、名実ともに、チェコ文学の代表者の一人となった。1997年2月、入院中のプラハの病院でハトに餌をやろうとして5解から転落し死亡した。ありがとうございます。